俺らわかんないから。あ、そう、今回キスマステージ復活しました。デレレレー、今度はすごい。やったー、立体マウスパッド。さあ、どっちもいいじゃないですか。まだ一緒に人気ない方がいいんですよ。このゲージ回収、ゴミのよう、ゴミのようです、ゴミのようです。さあ永久に画面端です。そしてもう一回、なんだこりゃ、はい、もうマックスですよ。そしてジョン4で、これはかなり厳しい状況。このゲーム終わってる、始まんねー、毒投げー。さあジャンプ認識見えねー、アルホトース。しかし赤ダメがあんまりないんですね、これ。あ、出ちゃった。でも間に合う。あ、そしてハッキャバス。なんだよお前は、うまい。あやだー、おい、ゲームが始まんねー、これ。ゲーム始まんねー。やられました。いいゲームだなゲミノも相当してる。どど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 どできない、うわー、されない、うまい、ここで使ったら横を入れて画面端、うーん、もえキャン、うーしっかり入れている。コメント投げ方なんですね。はいはいはい、はい、なぜそれがいけないのか教えてほしい。厳しいね、ちょっと来て、はい、もう一回、何してんの、よし、このゲーム、そして相変わらず一挙で許されない。何回ジョン4でやめてるんだ、終わった。おっと、ワンチャンして甘えた。なんだこれ、なんだこれ、ゲージ回収したのがまずいよね。ね、駒投げ指導なのもっとやばいよね。ボキスパさせろよ、お前。本当に。なんで駒投げダウンウィッチできなかったんだろう。駒投げダウンウィッチするよりもクソだぜ。ボキがあるよ。さあ、ナメアジ持っていけないが。さあ早い、この黒いの、この黒いの早い、ジャンベカウンター、黒くて早い、暴れて、お互いカウンター。いやー、これは痛い。あと寝転げ出して油断してしまったか。別にインバっても問題ない。そしてめちゃくちゃ食い込んで、そしてこのコンボがなぜかインバになる。不思議でいっぱい、夢いっぱい。あー、ちょっと寒い。まあ、4月に修正が入るという話なので、それまでに命でしょう。いや、さすがにこれはね、お前ハーフ V よりひでえよ。っていうか、ロケで段階で報告されててなかったんだよね、これ、多分。評価されたの？え、だって一回なんか西の判定が少なくなって、ゴミが受け身可能になったよ。おいさーい、サンパネコさんのチーム、トーロンさん、S さんのチーム。次の試合の呼び出しをいたします。マサオさん、マサさんのチームと、ダックスさん、ダノーさんのチームになります。はい、まあでもネロみたいにね、私に
ロケテレアンケートいっぱい出したけど何も採用されませんでしたよっていうギャルもいたり、まあ琥珀がロケテレ琥珀使いが隠してたのかどうか知らないけど、隠してたっていうのは結構ありそうな話だからな。ハウのガールゲージはめちゃくちゃ伸びてるらしいよ。まあほぼガークラしない昔のガールする人にはいいんじゃない。ハウ今までやってるも作れもガールつけることは許されなかったからね。だから暴れちゃいます、入れっぱしちゃいます、ぶっぱしますで大味な感じな読み合いに。今回だから防御側にかなり選択肢が増えて強くなって、スタイルターパスもほぼないんじゃないかな。全部一長一短っていう強い部分がある感じだよね。え？もうこれなんなんね。さあこれやばいよ。おい西持っていく、ダメ恥、そしてタメワニさんか、違うグラップするしね、とかバンカー厳しい厳しい、飽きてこれ見て勉強して、飛べない、じゃれるというのもたまにはいやもうやんねえぞていうか飽きてさ、昨日なんかワニ、ワニが全然削んねえじゃんとか言ってるけど削ってる今見たらカバネのまま、あれハーフだったのかもね、相手がハーフだったのかもね。ハーフアルゲージ長いらしい。めっちゃくなんかね、ためワニからため西でこいっててもう一回やるとガーガーすんじゃん。私に出てダウンドワン、スピーカーが出てくるのが大した一段パシキ。いやでもどうなんでしょうね、4月にキャラ調整入るんでしょうか。大幅なキャラ調整は入らないんですけど、まあ、琥珀のあの連携だったり池浜関係は結構変わりそうな気がするんだけどね。え、敵強化？え、何？日本語いらねえだろ。終わった。嘘じゃねえだろ、本当だよ。これがどっこい現実です。ノーカウント、ノーカウントだ、ノーカウントだ。ダメでーす。最近の怪獣が面白すぎる。あー、班長、班長がやばい。今週の怪獣、超面白かったんですよ。今、監督やってる。って言ってたら、一旦の顔まみせして、すごい。ノーカウント、ノーカウントだ。ごめとく、ごめとくじゃねえバカか。なんかもうなんかごめとくしろ、なんか2セットで泣きそうになったら、すいません、ちょっと足が痛くて、ちょっとこれじゃ実際万全だったとは言えない。ノーカウントですね。しかし一番バカなの厳しい、やめて。うわっと蛇がしっかり残っている。さっき見たネロとは別のようだ、まるで別キャラ。さあこれは抜け出せる。うわおい、昇竜拳カウンターで当てるものなのか。 A 蛇に絡まれてグラップしてしっとり中断。あっと一段まで地雷が来る。インバリットやばい、解放。おぉ、一段パのタイミングをずらすことを覚えた。あるよ、下にあるよ。ガールして止めやに、からのカタキリが飛べない。これは、絶望的。強い。ごねとく。今ごねるとこだ。